君、それ以上近寄らないで。何しに来たの？ラビーナ？それは僕の名前だけど、何の用？その場から動かずに答えて。ミハイルさんに借りたこの本、すごく面白いな。全部読み切っちゃうのがもったいないかも。どうしよう。そろそろ眠いかも。僕はこれから寝るから。甘いお菓子、たくさん、山盛り。苦いお茶はいらないです。甘いのだけ。ミハエルさん。あれ？君、誰？なんでここにいるの？変態なの？あ、もうこんな時間。ミハエルさんとご飯にしなきゃ。一緒に食べれるのは、この時間だけだからね。ロフィアさんも来てくれるかな？ロフィアさんが新しいお菓子を持ってきてくれたんだ。どれから食べようかな。眺めてるだけでも楽しいけど、これにしようかな。誰もいない。寝てていいのかな。起きてると疲れるし、寝てよう。うん。あ、ミハエルさん？なんだ、君か。はぁ、何？あんまり近寄らないでほしいんだけど。もう、何？え、お菓子？あ、いや、行く、すぐ行くから。あんまり、重くない装備がいいな。何を見てるの？何かわかるの？は、えい！いやー！許さない。来ないで。僕に近づくな。お返しだ。僕を怒らせないで。連携の力だ。甘いね。遅いね。ありがとう。今度こそ、僕が、守りたかったのに。僕に近寄らないで。そう言ったよね。僕に近寄らないで。そう言ったよね。それ以上、僕に近寄らないで。君、ねえ、何を！やめて！納得できない。それは僕の名前だけど、何の用？
その場から動かずに答えて。お疲れさん。なるほど。俺の力が必要ってことね。世界とかどうでもいいけど、女の子を守るためなら力を貸すさ。お、あそこのお姉さんすっげー美人。ちょっと声かけてくるわ。おはようさん。起きたならさっさと飯にしようぜ。食える時に食わないと後で苦労するんだよ。いろんなとこを旅した俺の経験則ってやつさ。け軍の連中は朝っぱらから訓練ばっかで元気だな。ああいう奴らを見てると親父を思い出しちまう。母さんを一切助けてくれなかった親父はな。母さんはどんな人だったかか。俺の原点、笑顔にしたかった人さ。できなかったけどな。だから代わりに俺は世界中の女の子を笑顔にしてみせるのさ。この服は師匠からもらったんだよ。ちっと改造しちまったけどな。今の俺がいるのも師匠のおかげさ。俺を強くしてくれて、それから大事に育ててくれたんだ。お疲れさん。今日もたくさんの女の子を守れて大満足だ。お礼は受け取らないのかって。あの子たちに笑顔が戻った、それで十分だろう。夜になると昔を思い出しちまう。俺が今みたいになったきっかけの宝石商のお姉さんがいてな。もう一度会ったらお礼と、それからデートに誘うんだけどよ。なあ、そろそろどこか行かないか。ぼーっとしてるのは性に合わないしさ。おいおい、女の子の扱いなんて教えてやれないぞ。触りすぎだっての。こんだけ気にかけてもらってるのは、まあ悪い気はしないな。強さだけじゃなくて見た目も大事だよね。お、俺が気になるかい。よっと、せい、当たれ。これで終われ。逃がすか。思い切り行くぞ。返すぞ。本領発揮ってな。こいつら痛いかもな。こんなもんか。これぐらい余裕さ。センキュー、センキュー。いた、うわっ、くそ。俺はよし、勝てたし、この後ナンパでもするか。あの子の笑顔を守るためなら戦いも仕方ないか。いや、どうした、あんた。やったな。ふざけんな。やめとけって。本気で言ってんのか。いいね。はあ、ありがとな。悪い。すげえ。なんだよ。バカ野郎。な、お疲れさん。なるほど。俺の力が必要ってことね。
世界とかどうでもいいけど、女の子を守るためなら力を貸すさ。私と一緒に夜の散歩へ行かないか？うむ、アンニカだ。お、どうした？なぜ私を見るなり顔を背けるのだ？はて、気に障ることをしてしまったつもりはないのだが。もう起きろというのか？こんなに早起きをしては夜の散歩に響いてしまうではないか。朝ごはんはちゃんと済ませたか？食べられるうちに食べよ。来季も豊作とは限らないからな。沐浴の時間だ。それが終わったら日光浴と行こう。自然乾燥の時間だ。夕立ちは好きか？うむ、私は好きだ。作物も育つし、体も洗えるし、一石二鳥だ。私と一緒に夜の散歩へ行かないか？もう少しすると服を着ろと言ってくる者もいなくなる。そこを逃さず出発するぞ。なんだ？眠れぬのか？では服を脱げ。そして自然の気を吸い込み、体を落ち着かせるのだ。ここは穏やかな気の流れが感じられる。落ち着く空間だ。適度なスキンシップは有効な証だな。あんまり触るとくすぐったいではないか。ある程度なら触れられても良いのだが、素肌なのだぞ。わかっておるのか？なんだ？布ならまとわぬぞ。何をじろじろ見ておるのだ？無理はいかんぞ。良い気が乗ったぞ。隙あり、悪しき決め。うむ、行くぞ。こんなものか？たやすいぞ。うむうむ、感謝だな。地に帰る時が来てしまった。うむ、勝利だな。うむ、遊んでやろう。なあ、良い子？そなた。本気か？受け入れぬ。気分が悪い。おお、なんだ、やめ。ありがとう。ごめんなさい。すごいな。うむ、嬉しいな。そうか、そうか。私と一緒に。うむ、アンニカだ。お、どうした？
なぜ私を見るなり顔を背けるのだ？はて、気に障ることをしてしまったつもりはないのだが。恥ずかしいことを言わ…神速の双剣のひらめき、見切れるかしら？恥ずかしいことを言わないで。神速の双剣のひらめき、見切れるかしら？戦うからには必ず勝利をつかんでみせるわ。まだ上を目指せるはず。やっ！覚悟しなさい、覚悟しなさい、覚悟しなさい、覚悟しなさい。そこ、これで終わらせるわ。知りなさい、不滅のバラの名のもとに。さあ行きましょう。甘い。まだまだね。ありがとう。あっ、ごめんなさい。ごめんなさい。この調子で行きましょう。歯向かってくるなら容赦はしないわ。やったわね。どういうこと？そこまでよ。何？嘘でしょ。ありがとう。ごめんなさい。何？恥ずかしいことを言わないで。神速の双剣のひらめき、見切れるかしら？上を目指せるはず。限界を超えた先に真の強さがあるのよ。これで満足などできないわ。まだ上を目指せるはず。限界を超えた先に真の強さがあるのよ。これで満足などできないわ。恥ずかしいことを言わないで。歯向かってくるなら容赦はしないわ。不滅のバラの名のもとに。あの子の笑顔を守るためなら、それ以上戦いも仕方ない。僕を怒らせないで。
うむ、遊んでやろう。じゃ本領発揮ってな。よっと、さあ行きましょう。知りなさい、すべてのバラの名のもとに。悪しき決め。ありがとう。知りなさい、すべてのバラの名のもとに。本領発揮ってな。知りなさい、不滅のバラの名のもとに。よっと、
こいつら痛いかもな。うむ、行くぞ。よっ、よし、この調子で行きましょう。